ワイルドアームズシリーズ、ワイルドアームズトワイライトベノム、ワイルドアームズトワイライトベノムは、1999年10月18日から2000年3月27日まで、全22話が、ワウワウで放送された、テレビアニメ。プレイステーション用のゲームソフト、ワイルドアームズ、ワイルドアームズセカンドイグニッションを原作とした、オリジナルストーリーが展開する。ゲームと同様に、 マカロニウエスタン風の世界観に SF 要素を織り交ぜた設定をベースに荒廃しつつあるファルガイアを舞台としたアクションアニメ。前半はウェスタンとコメディ色が濃い一話完結のエピソードが多く、終盤に向けて徐々に SF 要素が濃くなる。ゲーム内容との関連性はほとんどないが一部ゲーム中の音楽のアレンジが使用されている。また、 原作の歴代のシリーズのキャラクターが登場しており、WA2 におけるキーパーソンであったアービング・フォルド・バレリアが終盤の鍵を握る人物として登場するほか、同じく WA、WA2 に出てくるキャラクターにそっくりな人物も何名か出ている。本作ではシリーズ恒例のキャラクターであるトニー、ラギオ・ラギュラ、アースガルズなどが登場しない。 一年に一度しか接触することのできない空中監獄アルカトラス。お宝を探しに潜入したロレッタとミラベルが見つけたのは囚われの科学者キールとアームズ使いを自称する少年シャイアンだった。俺は25歳だ。というシャイアンはどう見ても子供にしか見えない。ロレッタたちに馬鹿にされるシャイアンであったが自分の本当の体を探すたびに旅立ったのであった。 あとの10周年記念作の原作の歴代キャラクターが登場した WA 語とは違い、設定と役柄は全く異なる。WA、WA、FWA にファルガイアには人間以外にも様々な種族が生きている。魔族側の生命史を持つノーブルレッドや狼男、クレストソーサーなどは人類に分類される。総じて丁明だが個体数は少ない。 アジンシュはファルガイアにもともと存在したが一部は地球からやってきた人間がファルガイアをテラフォーミングするために使ったガーディアン因子が暴走、変貌を遂げた際に生まれたミュータントである。オープニングはエンディングテーマユニバースのアレンジ楽曲が使用された。ありがとうございます。